チャンネル始まります。私は毎日投資にお役立ちできるような情報を発信しております。今日はですね、下落続いておりますアメリカの市場、そして日本の市場について、今後の見通しについてお話をしていきたいと思います。私はもともと12月の頭ぐらいに底を打って上がってくるという予想をしていましたが、今日がもう12月19日、今年はあと2週間で終わるということを考えますと、12月に頭に底を打つというよりも、それが結構12月半ばまで今後ずれをしてきているということになるかと思います。このあたりについて考え方をもう一遍整理して皆さんにお伝えしたいと、このように思っています。まず第一にですね、 FRB は FOMC におきまして12月の利上げを 0.5% に決めましたし、それを即刻実行しています。そして来年の金利見通し 5.1%、 つまり FF レートで 5.0 から 5.25 の間に2023年末を持っていくと、こういう発表をしていて、市場が期待している来年中にですね、金利が下がるということについては否定的な見通しを発表しました。そのことによって米国市場ですね、株式が下がってきていて、その後の経済統計、非常に弱い統計が出てくればリセッション懸念ということで株式市場が下がるという方向になってきましたね。ちょっと前まではですね、インフレが落ち着けば金利の上昇がですね加速されなくなる、つまり金利上昇がマイルドになる、あるいはリセッション懸念が出てくれば金利の上昇が止まって、場合によってはリセッションになってくれば金利が下がってもくると、こういうふうに捉えられていた材料がここに来てですね、アメリカ経済のリセッション懸念を株式市場は悪い材料として捉えていると、こういうことになっています。しかしですね、ここにはちょっとミスマッチというか、少し考え方の齟齬というか、あるいは材料のですね、消化不足と言っていいような局面があるというふうに考えています。その理由はですね、ご存知のように今 FRB のですね FF レートの誘導目標は 0.5% 上がったことによって 4.25 から4.5 になったわけですね。そうすると 5% から 5.25 という、来年末の FF レートの目標値にあと 0.75% の利上げが必要ということになります。2月、3月、そして5月まであるのかどうか、2月に 0.5 上げれば3月に 0.25 でもうその水準に届くわけですし、2月、3月が 0.25 ずつでしたら5月には 0.25 も上げればですね、5月までで終わると。いずれにしても最小限の利上げの幅の 0.25 をやったとしても5月までやれば目標の FF レートに達するわけなんですね。じゃあ本当にそんなにインフレって減速するのかということなんですけれども、今回11月のですね CPI の発表は総合で 7.1、 コアで 6.0 ということになってきましたが、5ヶ月連続で大幅に低下をしてきました。で、指標的にあと下がってきていないのは家賃のところだけなんですね。で、この家賃もですね、実は半年ほど実態の家賃とこの CPI に反映するものが半年ほどのズレがあるので、11月の CPI はですね、この家賃は4月ぐらいの家賃が反映されてきているってことになるんで、そういうことになるとですね、そこから例えば住宅の価格なんかも落ちてきていることを考えると、今後ですね、CPI におけるですね家賃のとこですね、これの落ち方がさらに激しくなりますし、ずっと高かった中古車もここに来てマイナスになってきたということを考えますとね、それこそもうあとは賃金で、賃金のところもご存知のように貯蓄率が大幅に下がって、クレジットカードの残高が大幅に伸びてるということからすると、いよいよ労働参加率も増えてくる可能性が高いということからするとですね、家賃の高騰も相番落ち着いてくるということが考えられます。仮にですねそうだとすると、今でも目標値まであと 0.75 しかないわけですから、想定以上に CPI が落ちてくるっていうことになれば、実際は 0.75 も上げなくて済むっていうような状態に、上げなくて済むというより上げるべきではないと思われる可能性になっていくということも十分考えられるわけなんですね。
しかし今のマーケットはそういうところをもう全く読まずにですね、ただリセッション懸念だけで不安視して株式のマーケットが下がってきていると、こういう状態になっているわけです。そういうことを考えますとね、やはり今の株価っていうのは下げすぎてきているというふうに思います。今日本のマーケットも300円下がっていましたが、少しずつ今戻りつつあるようですが、いずれにしましてもここから下はあまりないと考えていいと思っています。ですからこの下げでですね諦めるんではなくて、むしろここはじっくり買っていくということを考えた方がいいと、これは日米ともにですね、しかしながらよりですね、為替のことを考えると日本株の方がより有利になる可能性は高いと、こんなふうに考えています。まあドル安になる、つまり円高になっていく場合にはですね、アメリカよりもですねむしろ新興国の株式なんかの方もいいと思いますし、基本的にはですね株式の買い場がいよいよ来ていると、まあいつも買い場だって言ってるんじゃないかっていうご批判もあるのは重々承知しています。しかしながらそういうところにまさにそういう局面に今差し掛かっていると、こんなふうに考えています。また YouTube より詳しくてタイムリーな解説、投資で資産を作るためのアドバイス、個別銘柄の投資助言等はオンラインサロン KIS 公式版で行っております。将来が不安で投資をしている方、負けてばかりで資産が増えない方、今の投資銘柄で良いのか迷っている方、投資のプロに資産運用の相談をしたい方、1日あたりたった350円ほどであなたの投資に役立つ最新の情報と最適なアドバイスを提供しております。入会金も不要です。今入会いただきますと特別な特典として、私竹下とあなたの投資のお悩みを解決できる個別面談を提供させていただいております。投資でお悩みの方はぜひお気軽にご相談ください。 KIS 公式版へのお得な入会方法は概要欄のリンクからご確認ください。あなたの投資が成功するために必要なすべてのサポートを用意してお待ちしております。